はい、こんにちは、大黒住まいの中西です。今日はですね、お一人暮らしをされるにあたって、賃貸マンションを借りられる方が多いと思うんですけども、どれぐらいの家賃の部屋を借りればいいのかわからないっていうのをよく相談を受けます。なので今回はそれを解説していきたいと思います。ただ、この家賃に関してはエリアによってかなりばらつきがあるので、とりあえず一つの基準として、弊社が営業している、大阪市内の難波近辺の、周辺の相場で、解説させていただきます。ちなみに大阪市内の難波近辺であれば、だいたい大阪市内の、中心部の、ある程度主要なエリアですね、よく聞くような駅名のエリアですね、そのあたりとだいたい家賃相場は同じなので、これを一つ基準にしていただけたらいいかなと思います。まずですね、どんな人が、どれぐらいの家賃で借りているかっていうのと、あとは値段別に、どんなマンションなのかっていうのを、分けているので、それをちょっと別々に解説していきます。まず、どんな人がどういう部屋を借りるのかっていう話なんですけど、上から説明していくと、まず学生さんですね、一番、家賃を安く借りてらっしゃる方が多いのが、男子学生さんですよね。難波近辺やったら結構専門学校とか、あるんですけども、その専門学校に通われてらっしゃる方とか、結構来られるんですけど、弊社だいたい求められる家賃帯は4万円から5万円が多いです。もちろん6万円の部屋とか借りたりとか3万円の部屋借りたりする方もいらっしゃるんですけども、あくまで一番多いゾーンですね、4万円から5万円で。特徴としたら、皆さんどんな部屋を借りられてるかっていうと、結構男性なんで、セキュリティ面でそんなに気にされる方は少ないんですよね。だから、結論が築年数が古くてオートロックとかないマンションでも大丈夫っていう方が多いので、そこで家賃が結構抑えられてるかなっていう印象ですね。で、あと、男性の方は女性の方に比べて、荷物がやはり少ない、服が少ないという方が多いですね。靴とかも少なかったりするので、だからそもそもお部屋が、狭くてもいいですよという方が多いです。だから6畳とか、それぐらいで別に問題ないですよという方が多いですね、男子学生の場合。であと、お風呂トイレですね、できれば別がいいとは思うんですけども、特にそれも別に一緒でもいいですよという方は、女性に比べて比較的多いですね。で、次が、女性の場合ですね、学生さんの女性の場合。これが5万円から6万5千円。結構ね、開きがあるんですけど、これはですね、学生さん、特に女性の学生さんの場合は、親御さんの意見にすごい反映されやすいですね、お部屋探しが。で、ご自身で、決断されて、ご自身でバイトして払っていくんだというような方は、なるべく家賃安くっておっしゃられるんですけども、親御さんが全部出すし、その代わり、親御さんが求めるようなところ、例えばセキュリティがしっかりしてて、駅の近くにしてほしいとか、そういう用が入った場合は、値段、高くてもいいから、そういう風な、セキュリティがしっかりしたところにしてほしいという意見が出るので、これは結構分かれるので、なんとも家賃、大体これぐらいが多いというのは設定が難しかったので、5万円から6万円とさせていただいてます。特徴としてはやはり先ほど言ったように、女性なんで、セキュリティ面を気にされる方が多いですね。これはもうご本人さんというよりか親御さんですね、親御さんがセキュリティ面がしっかりしてないと、もうちょっと嫌だっておっしゃる方が多いので、だから、そこの点で男性に比べると、築年数が新しいマンションが比較的多くなってくるので、少し家賃が上がりやすいですね。あと男性に比べてやはり服を購入される頻度も多いですし、今すでに持ってらっしゃる服も多いと思うんですね。靴とか服も男性に比べて比較的なので、そういうことを考えると、収納ですよね。収納が多くないと、ちょっとそもそも荷物が入りきらないとか、あとは純粋にお部屋の広さですよね。6畳でも問題ない方が多いんですけども、男性に比べてやっぱりもう少し広いのがいいなっていう希望が多いですね。なので、家賃が男子学生に比べて女性の場合はちょっと高いですね。で、次が、社会人の男性ですね。だいたい5万円から6万5千円。これも先ほどの女性の学生の場合と同じなんですけども、これはですね、学生さんの時に4万円から5万円ぐらいの部屋住んでて、やっぱりちょっとこの時に不便だなと思ってらっしゃる方多いんですよね。例えばお風呂トイレ一緒のところ住んでて、ちょっとお風呂トイレ別のところ住みたいなとか、あとは6畳とかのお部屋住んでて、もう少し広いお部屋に、自分社会人になったし、自分で家賃も払うし、少し広い部屋にしたいなみたいな希望があったりするので、少しちょっとこう値段の希望が上がってくるんだ。なので、少し希望も上がってくるので、それに、釣られて家賃も上がるかなという印象ですね。で、男性の場合ですね、
まあ、お部屋の広さとかセキュリティっていうよりかはどちらかというとね、まあ、仕事これから仕事行かれることに関して、まあ、通勤のことを心配される方が多いですね。毎日通勤するので、まあ、駅に近いのがいいなとか、まあ、一本で電車で一本で目的地に行ける方がいいなとか、そのように、おっしゃる方が多いですね。まあ、あとはですね、あの学生の頃に比べて、まあ、ちょっと綺麗さとか建物のかっこよさとかそういったものに、憧れというか、まあ、魅力を感じられる方が増えてくるので、まあ、その辺を求める方いますね。あと、まあ、先ほど言ったように、まあ、お風呂トイレ、まあ、一緒のところに住んでた方とかはもう別がいいっていうのは結構言われるので、まあ、だからこの辺で、まあ、ちょっと値段が全体的に、まあ、学生さんよりかは高くなってくるかなと。まあ、これもね、やはり収入によって変わってくるんですけども、だいたい5万円から6万5千円が一番多いですね。まあ、もちろんそれより高いやつ、安いもありますけど、だいたいこれぐらいが多いですね。で、あと、まあ、女性の社会人ですね。まあ、これが正直一番高いです。先ほど言ったように、学生の頃から女性は、まあ、あのいいマンションに、住んでる可能性が高いので、だからやはり社会人になって自分で家賃払うってなっても、やっぱりそのお部屋のグレードはあまり下げれないっていうことで、まあ、住んでたマンションと同じもしくはそれよりいいマンションを、借りる傾向にありますね。で、まあ、特徴としたらやっぱり皆さん収納とかお部屋の広さですね、まあ、荷物がやはり女性は比較的多いので、まあ、その辺を求められる方が多いですね。で、あと、まあ、やはりあの自炊をね、この機にされたいっていう方も結構いらっしゃって、なので、まあ、キッチンの使いやすさを求められる方が多いですね。まあ、具体的に言うと、まあ、コンロが一口じゃなくて二口がいいなとか、あとはあのキッチンの横に冷蔵庫を置くスペースが欲しいとか、まあ、あとはあのシンクの大きさとか調理台のスペースとか、まあ、その辺を求められたりする方も結構増えてきますね。で、あと、洗面所がまあ独立してて、まあ、洗濯機を室内に設置したいという要望が結構増えるんですけど、まあ、これですね、結構図面見てたらあの見落としがちだったりするんですけども、まあ、一番多いのは洗濯機ですよね。洗濯機置き場ってあのちょっと築年数が古いマンションやと室内じゃなくてバルコニーに設置するタイプのマンション多いですよね。まあ、あのもっと古いともう洗濯機置き場がなくて、コインランドリー、近くのコインランドリーとかマンション内のコインランドリーを使ったりするってのがあるんですけども、まあ、まあそこまで古くなくても、ちょっと築年数が経ってるマンションだと室内に置けるマンションっていうのは、珍しかったりするんですよね。ただ、それを例えば学生の頃に経験してて、やはりね冬とかねちょっとこう寒い中、部屋でね、洗濯作業したいっていうような要望やったりとか、あとはバルコニーやったら、人に見られる可能性があるから嫌だっていう要望で、まあ、ちょっと室内に洗濯機を設置されたいっていう要望が結構出てくるので、まあ、結果的に築年数とか上がりやすいので、まあ、でもこの辺を要望してくる方が多いですね。で、あとの洗面所も独立していると、まあ、先ほど言ったようにお風呂トイレはねあの別がいいっていうのもまず皆さんおっしゃられるんですけども、ただお風呂トイレ別でもお風呂の中に洗面ボールみたいなのがくっついてるタイプがあったりするんですけども、それがちょっと嫌だと。そうじゃなくて、洗面台が別にちゃんとあの例えば脱衣所とか、まあ、キッチンの横でもいいけどちゃんと洗面台が別にあるマンションがいいと、まあ、こういう要望もやはりあのこの辺りから出てくるかなと。もちろんね、皆さんそういうできればそういう方がいいっていうのをおっしゃるんですけども、一番まあ声として強いのがこの辺り、そうかなと思いますね。だからやっぱりちょっと家賃も他の人に比べてちょっと高いかなと思います。で、実際、まあ、この家賃帯でどういった物件が借りれるのかっていうのを、まあ、ざっくりちょっとこっちにまとめてます。まずですね、家賃4万円から4万5千円。一番安いとされてるラインですね。まあ、もちろんこれより安いのもあるんですけど、まあ、とりあえずね一番安いラインが4万円からって書いてるので、まあ、こういうふうにさせてもらってるんですけども、まず4万円から4万5千円は、まあ、基本的にお風呂とトイレは一緒です。で、まあ、お部屋も、まあ6畳ぐらいですね。もっと言えば、5畳とか4畳半とかもありますけど、まあ、6畳ぐらいが一番多いですかね。で、あと、まあ、4万5千円から5万円ですね。これになってくると、まあ、お風呂トイレ一緒やったら、まあ、7畳ぐらいのお部屋の広さも、あったりします。まあ、あと稀に、まあ、少しちょっと欠点はあるんですけどお風呂トイレ別っていうようなタイプですね。まあ、例えばですけど階段で5階ですけど、お風呂トイレが別、例えばですけど、まあ、お部屋に洗濯機を置くスペースがなくて、まあ、近くのコインランドリーに行って洗濯するマンションだけどお風呂トイレは別とか、まあ、この4万円台後半とかでお風呂トイレが別だった場合は、まあ、ちょっと何か欠点があるけど、まあ、お風呂トイレ別ですよみたいな、まあ、これが大体難波近辺の相場です。まあ、大阪市内主要部大体それぐらいの相場だと思うんですけど、
で次が、5万円から5万5千円、まあ、これが、まあ、お風呂トイレ別っていうのはまあ基本になってきて、まあ、もちろん一緒のところもあるんですけど、まあ、結構比較的多いですね。あと洗濯機置き場がちゃんとついてくるんですけど、ただ洗濯機置き場を置けるのはバルコニー、さっき言った室内に置けるタイプっていうのはちょっと珍しいですね、この家賃帯だと。であと、洗面台が、風呂の中と、まださっき言ったように洗面ボールが、お風呂の中についているタイプ、だから要は洗面所が独立してないタイプですねが、まあ、多いですね。この家賃帯ではほとんど独立していることは少ないんですね。で次が5万5千円から、6万円ですね。これは、まあ、洗濯機置き場が、室内になってくると、まあ、もちろんこの値段だったら洗濯機置き場はバルコニーのマンションも全然あるんですけども、そういう室内に洗濯機置き場が、置けるマンションも、結構増えてきます。であと、洗面台が、まあ、キッチン横とかですけど、まあ、あの別についてくるのも、まあ、6万円とか言ってくるとあります。まあ、洗面台ってね、あの、まあ、理想で言うと、まあ、なんかお風呂の横にあって、そこがこう脱衣所も兼ねてて、そこで、洗面台があって、まあ、洗濯機置き場があってみたいな、そういう空間を理想に思われる方いらっしゃるんですけども、ちょっとこれで言ってるのはそうではなくて、まあ、キッチンの横とか、まあ、要は通路沿いです、そこに洗面台が置いてあって、だからあのお風呂を入る時とかも通路から直接入るんですよ。キッチンの後ろが例えばもう扉になってて、お風呂扉になってて、そこからそのままお風呂入るみたいな、だから脱衣所がないみたいな、こういうのが、まあ、この家賃だったら結構多いです。あの脱衣所を作るっていうのとまた別にスペースが必要なので、ちょっと家賃がやっぱ上がりやすいので、この家賃帯でしたら、まあ、洗面所は別ですけど、ただまあ、あの脱衣所っていうのは別についてなくて、キッチンの横とかにあるみたいなことですね。まあ、あと次冷蔵庫ですね。冷蔵庫はなんかキッチンの下についてるちっちゃいやつ あると思うんですけども、あれが多いですね。だから冷蔵庫を別に置きたければお部屋の中に置いたりとか、そういうのが多いですね。まあ、なのでよく料理される方とかやったらちょっとね使いにくかったりはします。で次が6万円から6万5千円ですね。でこの辺になってくると、先ほど言ったようにこう洗面脱衣所ですねっていうのがあのちゃんと確保されてたりとか、で、まあ、そこに洗濯機も置けたりとか、まあ、要は室内に洗濯機を置けるっていうマンションが増えてきますね。で、まあ、冷蔵庫置き場っていうのが、まあ、キッチンの横にちゃんとあって、まあ、要はキッチンの下に、小さい冷蔵庫が、あるようなタイプじゃなくて、もちろんその冷蔵庫すらないんですけども、キッチンの横にちゃんとそういうスペースが空いてて、そこに自分の買った冷蔵庫とかを持ってくるっていうような、まあ、そういう間取りが増えてきますね。次が6万5千円から7万円ですね。まあ、今回の中では一番高い、値段帯なんですけども、この値段帯になってくると新築の 1K とかも借りれます。これも6畳とか7畳ぐらいの、広さなんですけども、まあ、もちろん新築なんでね、もうやっぱり設備も最新ですし、もちろんね洗面台とかも別にあったり、洗濯機置き場室内にあったりとか、もうそれが当たり前になってくるんですよね。セキュリティもしっかりしてて、まあ、こういった物件を借りようと思うと大体6万5千円から7万円、まあ、逆返すとね、今これぐらいの値段で新築って借りれるんですけども、まあ、大体相場としてはこういう風になってきてます。まあ、新築じゃなくてもね、まあ、築10年、20年経っててもいいですよみたいな、そういう方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、それやったら全然、まあ、8畳ぐらいのお部屋とかも見つけることも可能です。まあ、以上でね、まあ、この値段の説明とか、まあ、どんな人がどんな部屋、まあ、どんな家賃帯で借りるかっていうのを、まあ、ことを簡単に説明させてもらったんですけど、これでもね、一つ気をつけていただきたいのは、まあ、これから、引っ越しシーズン入っていくんですけども、まあ、大体引っ越しシーズンが、まあ、1月から、大体まあ3月末ぐらいまで、まあ、まあ4月まで入ることもあるんですけど、まあ、そこぐらいまでの3ヶ月、4ヶ月ぐらいが、引っ越しシーズンになってくるんですけども、まあ、やはり、まあ、そこで部屋探しする方って結構たくさん多いので、まあ、人気のマンションからやっぱり埋まっていきます。まあ、もちろん退去される部屋もあるんですけど、まあ、やっぱり埋まっていくスピードが圧倒的に速いので、いいなと思ったらすぐ、まあ、物件を決めるようにしてほしいんですね。っていうのは、まあ、今話したのはあくまで、まあ、物件がたくさんある中で、まあ、こういう値段帯だったらこういう物件が多いですよっていうのは説明させてもらってるんですけども、やっぱり人気のやつ、例えば5万円から5万5千円の、値段帯で人気の物件ってなってくると、まあ、お風呂トイレも別で、まあ、ちょっと綺麗めで、広さもそんなに狭くなくてみたいな物件あったりしたら、まあ、すぐ埋まっちゃったりするんですけど、そういうのが埋まっていくと、同じこの値段帯でも、中身はこっちとか、そういった物件がやっぱり残ってくるので、まあ、なのでお部屋探しは、まあ、時間に余裕がある方はちょっと早めの方がいいかなと
まあ、前上げた動画でもお部屋探しいつからしたらいいかっていうのをちょっと解説はしてるんですけども、まあ、比較的ね時間とか、まあ、お金に余裕がある方は、まあ、ちょっと空家賃払ってでもいいよっていうような方ですよね。まあ、そういう方とかは、まあ、ちょっと早めに部屋探しに来ていただいた方がいいのかなとは思いますね。まあ、ちょっとだからあくまでこれは物件があるたくさんある時の、場合の方なんていうかですかね、まあ、相場というかこういうお部屋ですよ、この値段だったらこういうお部屋ですよっていうのを説明してるので、もう埋まってきちゃうとね、この値段出してもそんなにこの言うてるような物件がなかったりもしますから、そこだけはご注意ください。まあ、他にもこのチャンネルではお部屋探しをする上でこれわからないなって思うようなことをこういうように解説していったり、あとは実際にお部屋に行ってみないとわからないことってあると思うんですけど、そういうのを僕らが代わりに行って動画で検証したりとかしているので、まあ、そちらもまた見ていただけると助かります。まあ、あと動画がいいなと思ったら、グッドボタンを押してもらったり、あとチャンネル登録してもらえると、ありがたいです。またね、弊社大阪市内で営業させてもらってるんですけども、また大阪市内でねお部屋探しされる方いらっしゃいましたら、また弊社にお問い合わせいただけると幸いです。では今日は以上になります。ありがとうございました。